9月28日、自民党が松川類議員を同党の副幹事長に起用する方針であることが報じられたこの方針に SNS 上では批判が相次いでいる松川議員といえば自民党女性局の局長として7月末にフランスで研修を実施その際にエッフェル塔前でポーズをとりながら笑顔を見せる写真を SNS にアップしたところ 観光気分か、と多くの批判を浴び、同月31日に X、旧ツイッターで中身のある研修なのに誤解を招いてしまっており、申し訳なく思っております、と謝罪した。意見交換や学びを発信し、日本の政策に生かすことに努めます、と述べたものの、8月22日に女性局の局長を辞任。事実上の更迭と見られている。 このフランス研修については今井絵理子議員が X 上で追って活動報告しますと発信していたため9月26日発売の本誌が松川議員や今井議員に報告書の公表の予定はあるのかあるとしたらいつ頃かと問い合わせたところ自民党女性局から回答がこうあった報告書はすでに取りまとめております 今後、来年の女性局の活動方針を決定する過程である女性局ブロック会議において研修会の在り方や報告書に書かれている内容を具体化していくための内部資料として活用する予定でありますなお、組織内の研修会ということ及び内部資料という観点から公表する予定はありません。つまり 松川議員らがフランス研修で何をしたか何を学んだかについて国民に共有する予定はないということだったまたスマートフラッシュによると同フランス研修の予定表を見たところ3泊5日の日程にもかかわらず純粋な研修に充てられていたのはたったの6時間 ガイドツアーや在仏日本大使らとの食事会を含めても10時間にしかならないというこの松川議員らの物見有山のようなフランス研修は物価高や円安にあえぐ国民に大きな遺恨を残した騒動から約2ヶ月となる9月22日自民党女性局の公式 X アカウントが9月22日の総務会において 高橋はるみ参議院議員の女性局長就任が決定しましたと投稿した際にも報告書の件はどうなりましたいいから成果報告出せよ松川議員のフランス研修報告書を公開してくださいといったリプライが寄せられていたそんな松川議員に報じられた A 点人事 TBS ニュースディグによると自民党は松川議員を副幹事長に起用する方針であり それは副大臣、政務官への女性の起用がゼロとなる中、自民党としては、女性活躍に取り組む姿勢をアピールしたい狙いもあるためだという。しかし、国民からの批判に向き合う姿勢を見せない松川議員の交代遇には、納得できない、との怒りの声が爆発。SNS 上では、非難が殺到している。どん引きです。どんびきすぎてこれ以上の言葉はありません 松川議員ももその打診があっても断るべきです。なぜこじしない国民をなめきった絶望的な人事には強い憤りを覚える松川るい前女性局長が自民党副幹事長とは驚愕する自民党の人材難は極めて深刻な状況だが松川るい氏の副幹事長人事はありえない 国民をなめきっているとしか思えない岸田政権には絶望感しかない。自民党は消えてなくなれと思います。やりたい放題だろこれ。どうせ選挙やっても絶対に勝つから、国民なんか税金払う道具程度にしか思ってないのだろう。A 点、で党養殖につき、国民のために仕事をすることができるだろうか。 以下はネチズンのコメントをまとめたものですいやーこれはひどい人事だなエッフェルネイさんが副幹事長とは杉田でも驚いたが岸田の人事はめちゃくちゃ好き勝手やり放題だとにかく岸田を辞めさせる人事を出してほしい人事のたびに適材適所という説明がなされるがいつから言葉の意味が変わってしまったのだろうそれとも この言葉を使っておられる方々が意味をご存じないのだろうか、百歩譲って、この方が適材適所だったとしても、このタイミングで養殖に起用する狙いは何なのだろう、国会議員の報酬および付帯する費用は税金から出ているということを再認識していただくとともに、説明責任という言葉の意味もよく理解して実行していただきたいものです。 世界各国で女性議員の割合が高くなっている状況に日本もどうにかして女性議員を役職につけて引き上げようとしているが日本の女性議員の能力が疑問で問題議員を登用するしかないほど女性議員の層がとても薄いこのようなことを今後も続けるならば問題を起こそうが嘘を乱発しようがある程度計算できる女性を使い続けるしかない とにかく自民党は本気で能力のある女性を議員にしないと世界に比べて大幅に女性登用が遅れる手っ取り早いのは女性の弁護士を登用すべきだ理解しにくい人事ですね要するに何をやっても国民の怒りなんて一時のもので与党としての政党にとっては大した痛手にはならない。 それよりは党内派閥の反発を買う方が次の総裁選への影響が大きく、そのことの方が優先すると考えた結果の人事としか言いようがないです。本当は内閣に入れたかったのだが、エッフェルになったので断念していた。党の役員なら国会に出なくて済むからいいだろうということ。 松川は優秀だしエッフェルは罪としては今までみんなやってきたことだから重くない少なくとも首相補佐官のロンドン観光お土産会よりははるかにマし任命時だけ騒がれるけどそのうち忘れられるからね本人は大勢で言ったのに私だけ批判の矢面に立ってと膨れていたはず 岸田は総裁選に向けて松川任用は有利になると思っている人事だなこれは世間からバッシングしてくださいとわざとやっているのだろうか麻痺してしているのならジャニーズ事務所と一緒で世間からバッシングされても仕方ない人事だと思うし政権交代が早まる可能性も出てきたと言っても良いだろう国民もなめられたもんだでも これも我々国民の責任でもあると言わざるを得ない選挙制度の問題でもあるがどんなことがあろうが今は自民党が勝てるだろうしたがって自民党がどんな愚策をやってもまかり通る世の中になってしまったもう怒る気にもならないようになってしまった たただただ弱き一票を自民党に入れないことだけに徹することしかない残念で悔しい限りですこの時期にこの人事を受けること自体が県のことを反省していない証拠ですねまさにやりたい放題ってことでしょう国民は次の選挙では忘れてると思っているのかそれとも組織票があるから勝てるということなのかいずれにしても絶望的な政治の後輩です